どうも北野ハンサムです。今回はですね、簡単だけどかっこよくて美しいアコギのフレーズがある曲を見つけたので、皆さんにも共有したいなと思って動画を撮っております。で、その曲というのがジョン・メイヤーの In Your Atmosphere という曲になります。で、この曲がね、もうとにかくシンプルなんですけど、すごい洗練されて美しいんですよね。で、なおかつなんかちょっと弾けたらモテそうだなみたいな雰囲気が漂うフレーズがたくさんあったので、まあぜひね、それを共有したいなと思っております。で、余談なんですけど、まあ、自分は、まあ、最近この新しいアコギを買って、もともとギターを始めた時もアコギスタートだったんですよ。で、その時にやっぱりアコギしか持ってない人って何か弾いてって言われた時にすごい苦労するなっていう経験が自分の中にもあって、例えば自分のコミュニティに全くギターを弾ける人が自分以外にいなければ、ゆうりさんのドライフラワーの C コードとかで、おお、ギター弾けるんだみたいな思ってもらえて、なんかいい反応もらえるのかなと思うんですけど、そういうことじゃないじゃないですか。なんだろうな、ちょっと難しいことをしつつ、なおかつテクニックに寄りすぎてなくて大衆受けもいいようなフレーズっていうのが、やっぱり自分たちとしても多分理想だと思うんですよね。で、まあ、そういった下心満載の気持ちもこの In Your Atmosphere っていう曲なら満たしてくれると思うので、ちょっと曲の方を聴いてもらいたいなと思います。はい、では解説に移ろうと思います。で、この曲で唯一難点なのはチューニングが変速チューニングで、6弦から E、B、E、F シャープ、B、E となってます。ではまず最初のフレーズを説明いたします。最初はこれはね、どの周回でも使うんですけれども、6、5、4と弾いた後に1、2、3弦をハーモニクスで、次親指で6弦の5フレットを押さえて、これでも前半のフレーズ終わりなんですよ。やばくないですか。先ほど弾いたフレーズは、まあ、4個で1つみたいになってたと思うんですけど、それぞれ1個目が、2個目が、3個目が、これ1個目と一緒ね。で、4個目が、なので覚えなきゃいけないのは3つ、3パターンになるかなと思います。では1個目と3個目のやつに関しては、っていうフレーズで、3弦解放、4弦解放で、そのまま4弦の7フレットを押さえて、もう一回3弦を弾いて、そのまま、9フレットを押さえて、弾く。わかりますかね。ごめんなさい、説明が下手で。っていうフレーズになります。で、2個目、これも、まあ、3弦のが2弦バージョンになっただけで、最後4つ目は1、2弦をピョーンって開放弦で弾くだけになってます。ごめんなさい、説明がね、多分めちゃめちゃ下手だと思うんですけど、ごめんなさい、もうこういう動画初めてなので、ちょっと許してください。まあ、難しいところとかね、あったらしっかりご丁寧にタブを貼ってくださってる YouTuber さんの動画もリンクに貼っておきますので、そっちを参考にしてください。あくまで曲紹介としてこの動画を見てもらえたらいいなと思います。今までの全部通しで弾くと、
ていう感じになります。なんかいけそうじゃないですか。で結構なんですかね、こういう開放弦をプリングするタイプの曲ってラッドウィンプスさんとかでめちゃめちゃ使われてるフレーズだと思うので、まあ、これ弾けるようになったらね、応用もできるかなと思います。あ、ミスったみたいなね、これとまあ同じテクニックを。でこの曲で決め手となるフレーズって個人的には2個あるかなと思っていて、まあ、1個目がこのハーモニクスをきれいに出す方法と、あとはやっぱねビブラートですね、とここでね、このどれだけここをきれいに揺らせるかでなんか曲のテンションが変わってくるんですよね。じゃあ仮にビブラートなしでやってみますね。なんか平面ですよね、曲が。ただこれでビブラートをちゃんと入れるとすごい曲に奥行きが出てきたと思います。まあ、なのでこのハーモニクスをきれいに出してここしっかり揺らせられれば、え、なんかすげえかっこいいフレーズ弾いてんじゃんみたいな、あいつやるなって多分思ってもらえるんじゃないかなと思います。はい、では最後まとめに入ろうと思います。今まで結構小難しいこと、例えばハーモニクスだとかビブラートだとか、あのプリングオンプリングオフみたいな話をしてきたと思うんですけど、この曲はオープンチューニングって言って、すでに何も押さえなくても E コードが鳴ってるので、結構難しいことをしなくてもノリだけで楽しく弾ける曲だと思うんですよね。例えばまあみたいな、今ね正直ちゃんとミュートもしてないし各弦をピッキングしてないんですよ。でもこれだけなんか楽しい雰囲気になったじゃないですか。でやっぱりギターを始めたばかりの頃って、まあ、コードチェンジができなかったり、まあ、そもそもコードがねちゃんと抑えられなかったりとか、でもコードは抑えられないけど周りのエレキギターやってる人たちが弾いてるようなちょっと難しいフレーズも弾いてみたいみたいな、なんかねジレンマに陥ったりするかもしれないんですけど、まあ、この曲であればそういった難しいテクニック的なこともやりつつ、なんかそのオープンチューニングなので適当に抑えるだけで、なんか楽しいみたいなね、そういった曲なのかなと思うので、まあ、ぜひこの曲を通してそういったギターを弾く楽しさに触れてもらえたらなと思います。自分が知ってる曲の中で、まあ、こんなにアコギが楽しく弾けちゃう曲っていうのもなかなかないのかなと思ってるので、まあ、ぜひ、弾いてもらえたらなと思います。そして、よければ僕のねこのチャンネルも登録してもらえたら嬉しいです。まあ、何かわからないこととか、まあ、リクエストなどあればコメントいただければぜひ参考にさせていただきますので、何卒今後ともよろしくお願いいたします。